ハッピーハロウィーンと、まあ、還暦前のおっさんが言うのもなんなんですが、10月31日、ハロウィーンだそうでございます。まあ、今年はコロナの影響で、渋谷も大騒ぎはないのだというふうに信じたいですが、てこ盛りのこの春からスタッフに、春か夏かに入ってまいりました。新人ディレクターがですね、この間、はい、ハッピーハロウィーンっていうので、こんな可愛らしいうまい棒とかが入ってる、自分で遊うとしたんだと思うんですけど、こんな風にカゴに入れてくれました。で、我々出演者、スタッフだけではなくって、お掃除の おばちゃんたちにもですね、いつもお世話になってますってありがとうございますって配ってるシーンを見かけまして、うん、もっと私らいいのよ、もうお世話になってますからって言って、言ってました。まあ、僕もリスナーさんからいろんなものを頂戴したときに、例えば箱ごとなんかいただいたりですね、果物とか、そんなんあったときは、できるだけみんなで、分け分けしましょうって言って、おばちゃんたちにもお渡しをしてもらうようにしてるんですけど、まあ一人ですね、そんなに食べられるものでももちろんありませんし、美味しいものはみんなで分けたら分けた人数分だけ美味しくなるっていうね言われてるのを信じております。先日は浜村さんからもこんなハッピーハロウィーンって言って、小森さんのこの字が間違っていたのはお愛嬌浜村さんのシャレだと思いますが、よくもくの、はい、洋菓子を頂戴しまして、ちょっとずつ頂戴をしております。ありがとうございます。会社でも会社にいただいたものはみんなのもんですっていうので、原子共産制と名付けてみんなで分けるようにしておりましてね。まあそういうのっていうのは本当に幸せのお裾分けだと思います。私もそのおこぼれに頂戴することありますし、一方で、不幸せのお裾分けだなと思うのが、まあネット上でのいろんな怪しい情報ですよね。今また自ら命を絶った俳優さんたちのことをですね取り上げて、でそこには陰謀があった、パワハラがあったなどなどという言説を流している人たちがいて、放送局の側もそしてプロダクションの側もそれを否定をする、場合によっては法的措置も取りますよというようなことを流しております。でもまあそうやって騒ぎになりゃなるほど、流してるやつらはまさにイーヒヒヒと喜んでいるんだと思うんですね。というのも、まあ、この YouTube の私のコラム、まあ、わずか数百回の再生ですけれど、これも含めて、収益化をしていこうとなると、要は、再生回数どれだけクリックしてもらえたかっていうことなわけですよ。まあ、こういう動画コンテンツだけじゃなくって記事でもそうですね。なので人の気を引くキーワード、そしてそこに、タイトルがありますと、まあ、みんななんやって思うことがほとんどなんですけど、それでももうチャリンと収益化はされていると。でこれね、まあ、偉そうなこと言えないんですよ。既存のメディア、いわゆるマスメディアがネットに記事を出すときに、通常の見出しとはまた違う形で、要はクリックしてもらわないと意味がないっていうようなことで、刺激的な見出しをつけていることたくさんあります。週刊誌の電車の中吊り広告よりももう今ひどい状況ですよね。はい、なんとかでございと肩で風切って歩くような報道のなんとかとかっていうような世界の人たちですら、そういう方法論がありますので、
できるだけクリックしてもらうっていうようなことをしているので、僕、まあ、やからと書きましたけど、まあ、メディア、いわゆるマスメディアもやからの一人ですし、僕だってそうかもしれません。実験的にやって、もう本当にやめとこうと思ってるんですけど、上沼恵美子さんが、エビチャンネルをやめたときに、その話をしたらですね、本当にガーンと跳ね上がったんですよね。あ、そういうことか、と思って、だから、ずっとこのチャンネルで、エミチャンネルの話をしていけば、さらにもっと、もっと週刊文春も書かなかったような話をすれば、それはもう跳ね上がること、それがチャリンとお金になることはもう重々分かったので、でもそれはもうあくまで、不幸せの、なんていうんですか、その、をみんなにばらまくっていう、そんなものをお裾分けとは言わないですよね。なので、その時その時に気がついたお話とかをこれからもできるだけ幸せ、まあ必ずしも幸せな話ばっかりじゃなくて、明日も住民投票ありますから、その結果を受けていろんなお話をしないといけないし、今ご覧のあなたと私との間で意見の相違は出てくることもあるかもしれませんが、その時その時の気がついたことをお話をさせていただこうと思います。それで言うとね、今日朝ネットの記事見てましたら、シャワーの仕方が多くの人が間違っているっていうのが出てましてね、お前が何言うねんっていうことですけど、ざっくり言うと、まあ、どっかネットにまだヤフーニュースのどっかに出てると思うんでご覧になったらいいと思うんですが、しっかりとお湯で、汚れを落としてからでないと、さっと濡らしたぐらいでシャンプーしたらあかんということと、で、しっかり流さへんかったらあかんということと、で、まあ、特に男の人はゴシゴシこう出てから乾かすためにシャワーでしますが、それはあかんということと、まあ、僕は別にコンディショナーとかそんなのつけませんけど、つけるときはそのしっかり水分を取ってから出ないといかんとかっていうような基本ができてへん人が非常に多いということが出ておりまして、まあ、私のようにどんどん寂しくなっていってる人間からすると、逆にこの寂しいものを守っていくためには必要なんだと思って、改めてその用紙を読もうかなと思っております。これもひょっとしたら幸せのお裾分けにつながるかもしらん情報だなと思ってお伝えをいたしました。今夜は3連射になりますが、西九条の小林最終日、そして大塚由美さんのやっているパモチャも今のお店では最終日ということになりますので、一仕事終えてからご挨拶に伺おうと思っております。以上、10月は本日これにて最後でございます。